実験ある、枢密議官、国務長官、ロシア帝国独立国境警備団の名誉連隊長。1901から1917年数の検証。ロシア帝国独立国境警備団、大蔵省、ロシア帝国。ロシア帝国独立国境警備団は、ロシア帝国の国境警備隊。財務省に所属したが、構成員の大部分は軍人であった。 1893年10月15日、財務省、セルゲイ・ビッテ伯爵の提案により、アレクサンドル三世が、独立国境警備団の創設を命令した。国境警備団総裁にはウィッテがなり、警備団長には、アレクサンドルスビニーン砲兵大将が任命された。国境警備団の編成には、軍事的アプローチが取られ、韓区両団、軍権大使対象所の編成が確立された。 独立国境警備団は財務省に所属し国境警備団総裁が指導した。国境警備団の直接の指揮は国境警備団長が行い軍管区長または国防省の総局長と同格の地位を有した。国境警備団本部は隊列局、国境監視局、兵器局、経済局の4局からなった。1899年2月1日、 少々を長とする7個国境警備管区が設置された。1900年、国境警備団の編成下には、31個旅団、2個特別文献隊、1個召喚隊が存在し、総員36,709人を数えた。国境勤務は、隊列勤務と、長方勤務に分かれた。1九百十年には、独立国境警備団、規則、年には、 独立国境警備団管理勤務通達が採択された。第一次世界大戦勃発とともにザカフカーズと中央アジアの部隊を除き全国境旅団が戦時編成に移り国防省所属に移管された。1917年1月1日、ニコライ2世の直例により独立国境警備団は独立国境団に解消された。 1917年の2月革命時、国境団本部は革命派の兵士たちによって占拠された。同年3月、国境団兵士の復員が始まり、国境団長の NP8F を含めて2月革命に参加しなかった全商工が解任された。1918年3月30日、財務人民委員部に、 国境警備総局が創設されたが、総局長のジーモカセイ,イコールシビンスキー中将は、革命前と同じように業務を続けた。1918年7月には、元将校の9割が局に復帰し、ロシア共産党党員は一人もいなかった。このような態度は、共産党指導部の不況を招き、国境警備総局の国境警備会議軍人員は、彼を解任すべきとの結論を下した。 その結果、1918年9月6日、モカセイ,イコールシビンスキーは解任された。また、国境団の解散も決定され、多くの将校は死を守る軍に目を投じるか、外国に亡命することとなった。アレクサンドルスビニン砲兵大将 NP8F、不評大将 G モカセイ,イコールシビンスキー中将。ありがとうございます。